三崎さん、えー、お帰りなさい。メタバースの件ですが、かねてよりエヴァードムの次に投資されると宣言していたのはザナ,ザナだったんですかまた海外プロジェクトはザ・サンドボックスを有力であるように見えますが、見解を聞かせてください、えー。僕が次に投資しようと思っていたのは別にザナじゃなかったんですけど、そのシャーマンの儀式を得て、絶対メタバースこれから来るなって確信に変わってから、えー、それから、えー、今投資しようかなと思ってるのはザナです。はい。ザナのいいところは、バイビットで NFT を売って20秒で売れたんですよ。 これ結構すごいことかなと思ってるのと、えー、日本って <laughs> コンテンツ大国じゃないですか、えー。誰かも言ってましたけど、なんかちょ著名な誰かも言ってましたけど、日本がこの、えっ、ー、と、いわゆるこう、世界に対して勝つ。えー、勝つにはですよ。えー、例えばアマゾンとかねガーファ、いわゆるこう、g a とかもう出ちゃったで、出てますから、アメリカに勝つことできないじゃないですか、今から。絶対無理なんですよ。でも、唯一ね、そうやって世界に対して日本が勝ってるところって何だろうなって考えたときに、大きな一つ。 大きなコンテンテツがあるんですよ何かっていうとアニメ、アニメ文化日本のアニメ文化って世界で超人気じゃないですかそこは世界に負けないむしろ世界が求めているコンテンツだと思うんですよね <coughs> そのコンテンツアニメっていう日本の国宝みたいな文化とマッチングする相性がいいのが僕はメタバースだと思っていますメタバースで何を見ますかコンテンツ見ますよねアニメがあったらどうですか世界に来ますよね そう思ってるんです。そんなメタバース,メタバースなんですけど、唯一、ね、いろんなね会社が出してるメタバースい、いろんな会社が出しますけど、唯一日本で押せそうなのがザナなんですよ。だからもし、えー、日本のアニメコンテンツが派遣を取るんだったら必然的にザナが派遣を取ることになるんじゃないかなと僕は思ってます。もちろん技術的なこともあるしプロ,プロダクトの内容にもよると思うんですけど、その技術的なハードルを超えるんだったら僕はザナが取るんじゃないかなと思ってるんで。 今、いろいろ張りたいなと思ってるのがサンドボックス、サンドボックスは今ポピュラー、一番メジャーな、えー、メタバースなんでサンドボックス、あとはまあエヴァードムですよね、エヴァードムはリアルなんで、リアルな空間が、えー、と売りのエヴァードム、あとは日本初のコンテンツ、日本の日本初の、えー、メタバース、えー、そして今、行政とも提携して残高だなと思ってます。 残念はまだ上場してないんで、これからプレセール始まると思うプレセール始まったのか。これから販売されるんじゃないですかね。だからまだチャンスがあると思ってるんで、これから僕はやるんだったらそこかなと思ってます。はい。えー、と、一つ明確に見えたのは、メタバース。 メタバース。僕、エヴァードームっていう銘柄買ったじゃないですか。今で仮想通貨大暴落してるんで、今めっちゃ下がってます。全部下がってるんですけど、そのエヴァードーム下がっちゃってます僕まだ持ってます。はい。で、エヴァードームも途中売ったりとかいろいろやってたんですけど、えー、メタバースっていう仮想空間ですね。昔セカンドライフっていうのがあったんですけど、セカンドライフはね、えー、流行りませんでした。なぜかっていうと Wi-Fi とかが整ってなくて、えー、通信速度が、えー、遅すぎて、早かったんですよ、時代が。 でもこれから今、フェイスブックがメタ社っていうメタバースの頭を取ってメタ社に社名変更したように仮想空間、メタバースが来るって言われてます、で僕、そのペルーの儀式で明確に見ました、これから絶対にマジでメタバース来ます、本、は、当、い、ビジョンが見えるんですよ、はい、あのちょっと詳しい人調べたら出てくると思うんですけど、そのペルーの儀式に行くとビジョンが見えるんですよ。 でそのビジョンがめちゃくちゃ素晴らしいんですけど僕ははっきりメタバースが来るって見ましたで、えー、今、メタバースていうとサンドボックスだったりとか、まあ、僕が今いっぱい買ってるエバードームあと最近、ザナえザナっていう,なんかこうバイビットで NFT が2秒ぐらいで売れたこれからすげえ期待されてるえ、えー、メタバースの銘柄が出るんですよそれは僕、ちょっと投資家が今迷ってるんですけど、えー、日本発なのかな日本人 かなんかの人がね社長をやってて、えー、日本の鳥取県とかと色々提携したりとか日本の行政と連携したりとかして日本がメタバースで勝つんだったらこれザナしかないなって言われてる、えー、プロジェクトがありますはいでそのどれが勝つかはわかんないんですけど、えー、な何かしらを全体的に網羅して、えー 目を張っとく、網を張っとくっていうのはすごくいいかなって僕は思いました、これからメタバース絶対行きます、これ本当に僕、確信しました、自分でもずっと思ってたんですけど、そのペルーの儀式で確信しました、こういう瞬間って絶対あるんですよ、はい、バカかもしれないなと思うかもしれないですけど、えー、天から、ね、降ってくる瞬間ってあるんです、よ。僕も昔、通販でバーって当てた時は、通販来ると天から降ってきたりしたんで、久々にこのターニングポイント来たなって感じでしたね。 だからまあ将来的にメタバースに付随するような事業、まあ、何が来るかわかんないですよ。エヴァードームが来るんだったらエヴァードーム、ザナが来るんだったらザナ、まあ、ザナもちょっと買っておこうかなと思うんですけど、まあ、ザナとかでなんか広まっていくんだったらそこでなんかビジネスをしたりとか、そういう動きっていうのはいいんじゃないかなと思いましたね。はい